はい、やっとね着きましたけれども、あのホームにねブドウ園があるなんてね、これ洒落てますよね。いや本当にブドウだ、これ本当にブドウですね、これね。見てください、これこれワインとかにしてんですかね。ずっとね、もうあれですよ、千葉のね片田舎からここまでもうずっと飲みっぱなしでね、もう最後ワインなんか飲んじゃってね、電車の中で。普段はね、鬼殺しとか大五郎ばっか飲んでますけど、もうちょっとね、こっちあれだ、なんかあれだ、なんつうのこれ緑色のブドウだな。そんな感じですよね。大五郎とかね、鬼殺しなんてね、そんな安い酒しか飲まないですけどね、たまにはねそういう贅沢もねしてみないと。あれですね、なんか地元の多分幼稚園生なのかな、このブドウを守る紙に絵を描いたりね。いいですよねこういうのね、本当にねいいですよこういうのね、ほのぼのしますよ。すぐね、二重橋のクソじじとかね、なんかそんなの意味ないとかね絶対言うんですよ、そういうことをね。本当あいつらはね、なんていうんですか、そういう粋とかね、人のなんて人の情けみたいなね、そんなのをね全くわからないクソじじですからね、もう早く天国に召されろって感じですよね。もう一日も早くね、もうこの世からいなくなっていただきたいと思うんですけれどもね。いや本当壮観ですよこれでね。塩尻って駅なんですよね。でも私のね旅はまだね、終わらないんですよね今ね。10時40分ですけど、5時に電車乗りましたから、約6、7、8、9、10、5時間、5時間経ってますけどまだ終わらないんですよね。どこまで行くのかっていうのはね、皆さん予想していただくっていうか、予想するバカもいないでしょうけど、そもそもこれを見てる人がいないからね。ということで、何でしたっけ。そういうね、風流がわからないクソジジイとね、その腰巾着どもね、あいつらは本当ね早くいなくなってほしいですよね。どこからいなくなってほしいかっていうとね、この世の中からいなくなってほしい。その方がね社会のためなんですよ。かわいい絵。本当ねこの世の中のためなんですよね、あんな奴らは。単純にね二酸化炭素とねエネルギーを消費するだけですから、あんな奴らいても。ということで、そう塩尻ね、なんかそうですよね、尻ってつくんですからすごいですよね、駅名に。で沢尻英彦さんって言いましたけどね、どこ行っちゃったんですかね、あの人ね。別になんて言ってましたけどね。ああそうか、なんか薬やっちゃったんだっけあの人ね。もう酒は飲んでも飲まれるな。